質問来てました。バスクラの仕掛けは何を使っていますか？鉄の B40 とアオハコとオプティマムです。そういうのもバスクラの仕掛けなんだけど、マウスピースはアンドレンの B40。B44 やセグマーなんかが試したんだけど、B40 のもっちり感とか、品がいい音色が気に入っています。リードはこれをバングレン社のアオハコを使っています。久々3班で、ベイカーの V12 は使っているんだけど、バスクラの V12 はちょっと基本的には印象が違くて、少し厚めに感じてしまうので、今はアオハコを使っています。なんとなくだけど、青箱の方がスムーズに息が入るような気がしてるんだけど、この辺はかなり人によるかも。リガチハンはすんごい昔から使っているアンドレンのオプティマムです。こっちにした作りと、サビの音が出る点が気に入っているんだけど、ちょっと古すぎるのでそろそろ買い替えようかななんて考えています。みんなのバスクラの仕掛けもよかったら教えてね。